番組ホステス、主演を担当したドナリード、ドナリード賞は、1958年から1966年まで、アメリカ合衆国のアメリカンブロードキャスティングカンパニーで放送されていた、テレビドラマである。主演は、番組タイトルにもなっている、ドナリードで、彼女が演じる主婦ドナストームを中心とする4人家族の情景を描いた、ホームコメディ作品となっている。 1958年出演当時のメインキャスト。左上から順にドナリード、カール・ベッツ、シェリー・フェブレー、ポール・ピーター・センパティ・ピーター・セント・ドナリード、この作品にはたびたびセレブリティがゲスト出演していた。野球選手のドン・ドライス・デールやウィリー・メイズのように複数回登場するゲストもいた。日本でも、うちのママは世界一と題し、 1959年3月から1960年8月まで、富士テレビで、1961年5月から1963年8月まで、TBS を含む TBS 系列局で放送されていた。TBS では、味の素の一社提供で放送され、テーマソングも歌詞に、お椀のマーク味の素を入れた、独自の曲に差し替えられていた。いずれも日本標準時、うちのママは、 世界一に関するカテゴリー、ありがとうございます。